つは。驚かせてしまったかな、ヤグマ君。俺がやったのか、これ。疑問だな。それ以外の答えがあり得るのか？なるほど。つまりてめえはマジモンでイカれてるってことかよ。イカれてる？冗談じゃない。私は経験なる瞬間に過ぎないよ。瞬間？そう。この二人たちはすべて私が金の御神へ捧げた供物さ。かつて金の御神は死体を祀ることによって素晴らしい鉄を与えたというが、私には供物と引き換えに素晴らしいインスピレーションを授けてくれるというわけだ。もっとも腐敗させずに保存しておくためにエアコンで常に低温低湿度に保たなくてはいけない。毎月の電気代がかかりすぎるのだけは困りものだがな。チッ、イカレ野郎が。何が電気代だ。自分が何やってるのか分かってんのか。とりあえずてめえは正面からぶちのめす。熊代有限祭ってわけか。さあ、警告しておいたはずだ。君の周囲を死が取り巻いている。君の身近な人たちは消えていくだろうとな。その背後の死体はよく見たか。同窓の友人である遠見の優馬がいるのに気づかなかったのだね。何？管理センターの佐山周平もそこにいるぞ。桜井徹も君と関わったばかりに地獄の豪華に焼かれて死んだ。佐山さんも？すっかり見落としてるから趣味はわからねえか。全ては私の霊視した通りとなった。これで君も私の力を信じる気になったのではないかな。言葉も出ないか。恥じることはないよ。偉大な力の前で自らの無力を知れば誰でもそうなる。いいね、その無力感に打ちすがれた顔。ではそろそろ死んでもらおうか。何が？ん？何が私の力だ。殺しただけのくせに何を勝ち誇ってやがる。やれやれ、まだ私の力がわからないと。君も地獄の豪華で焼かれなければ。
わからないのか。いや、よくわかったよ。てめえがただのペテン師野郎だってことがな。地獄の豪華だと笑わせるんじゃねえ。辰野前神社の事件は桜井通ると仕組んだただのインチキじゃねえか。自分の死を偽装したい桜井通るとつるんで茶番劇を仕組んだだけなんだろ。こっちはてめえのくだらない茶番ネタは全部わかってるんだ。なんなら桜井が生きてあの場から逃げたってのを今からきっちり説明してやれるぜ。もっともそれを聞かされたらお前は全部バレちった恥ずかしいって顔真っ赤になるだろうかな。面白いことを言う。桜井の死が偽装だと。燃え残った手首と残された血痕で彼の死は確認できているはずだが。今さらだなそれは。事前に切断した手首と事前に2ヶ月かけて少しずつ採取した血液をぶちまいておいただけだろ。警察でそれを請け負った医者までとっくに確認しているんだ。奴は用意周到、事前にそれらを全て準備してたってことさ。しかし発行されて桜井が倒れたのは事実だ。それは君の隣で見ていたはずだが。発砲か、それなら。そもそもその後の発砲音もエビスの時に巻かれたキャンディーに偽装した感触玉が利用されていた。白石ひなが桜井の指示ですり替えておいた代物だ。だったら桜井が撃たれたように偽装した発砲音もただの感触玉ってことだろう。もっともやつの場合はエビスで巻かれたものではなく自分で用意してきたものだろうがな。事件の映像の音響解析で発砲音らしい音は座っているやつの膝の下で鳴っていたことが判明している。つまり用意してきた感触玉を頃合いを見て膝で押しつぶして鳴らしたってわけだ。どうだ、当たっちまってるだろう。こじつけだな。君の言う通りなら彼が撃たれて死んだこと自体が嘘だったということになる。だがそもそも撃たれていないのなら、その後倒れた彼の体が燃え上がった時その熱に動かずに耐えられるはずがないだろう。それとも彼は火傷しながら微動だにせず耐えていたとでも言うつもりかな。それもとっくにネタが割れてるのさ。なぜなら偽装された遺体の周囲から検出ナフサが検出されているからな。こいつは燃えてもせいぜい30から80度、厚手の服越しなら何ともない炎ってわけだ。俺も何度か撮影で使ったことがある。映像屋からしてみりゃチャチなトリックだぜ。そう思い込むのは勝手だが、事実はどうかな。何が検出されたかは知らないが、これは間違いなく私の起こした地獄の効果だよ。もしその低温の炎とやらなら畳が焦げていたり遺体が灰になったりするはずがないだろう。それともその救出の草とやらは畳が焦げるほどの炎でも十
言うのか。それは。簡単な話だよ。そもそもあの夜、畳は最初から焦げた状態で用意されていたんだ。俺の優秀な、いやちょっと違うな、まあまあの助手が映像で気づいたよ。事件前、神楽上演中の畳と事件後の畳と桜井がいたところの畳だけ色が違っていたんだ。つまり事前に焦げ跡のついた畳を用意し、裏返して敷いておいたお前は、騒ぎの最中にそれをまたひっくり返して焦げ跡のついた面にした。その後、用意しておいた誰かの位牌と血液をぶちまけて、あんな不可思議な焼死体を作り上げたってわけさ。脈だって、首周りにレイテックス製の人工皮膚でも巻いておけばいくらでもごまかせるだろ。相手がミステリーの知識がある俺だと分かっていれば、手首じゃなくてより正確な確認ができる首筋で脈を取ることは予想できる。そもそも桜井は両手に革手袋をしていたからな。それを見れば、そういう知識がない俺以外の人物でもとっさに手首は下げて首筋で脈を取るさ。つまり心理的誘導効果で首筋だけに人工皮膚を巻いておけばよかったってわけだ。ったく、お前も逆しらぶっていちいちくだらない真似をしてくれたもんだよ。こんなネタ仕込めば仕込むほどバレやすくなるってのにな。頑張って仕込んだネタをくだらないと言われてイラついてるのか。随分と口調に余裕がなくなってきたじゃないか。悔しかったらそのお面らしくコンコーンって泣いてもいいんだぜ。もっとも、こっちはその面の下にどんな面が隠れてるのかもう分かってるけどな。なんだと。なあ、キツネちゃんよ、今回の仕掛けな、人工皮膚といい、軽質なふさといい、妙に映像やらしいネタが多いんだよ。これおかしいと思わねえか。それとな、こっちにはもう決定的な証拠映像があるのさ。証拠？そんなものがあるわけ？あるんだよ。今、見せてやるさ。こいつはな、事件直後、火事だと思ってみんなが社殿から出ている時の映像さ。この中に犯人を特定する決定的なものが映っているんだ。ここだ、こいつが決定的な証拠さ。桜井徹が死を偽装して逃げたとして、どうやってあの現場から消えたかが最後の謎だった。神楽の演者に扮装して逃げるにしても、奴は足が不自由で歩き方でバレる。そもそもここではもう演者も面を取っているしな、知らん顔がいたらすぐ気づかれるだろう。だとするとどうやって抜け出したか。
ここオロチの銅を収納しておく邪道袋だが、この中に入って運んでもらったってわけだ。何せこれはテント生地のような丈夫な布で、しかも1メートル以上のサイズだ。膝を抱えて丸まれば人間一人ぐらい入れるからな。桜井をこの中に隠れさせて担いで運び出し、隙を見て逃がしたってわけだ。そんなことは。見ろよ、火事で慌てて空の邪道袋を持ち出したって笑い話になってたらしいが、お前のこの格好、どう見ても重いものを運んでますって姿勢だぜ。なあユーゴ。マックス、お前分かってたのか。なあ、だからお前がそこの死体に自分も混ざってるとか言った時、笑いをこらえるのに大変だったんだぜ。どこでその名を知ったのか。佐山さんの死体も混じってるって言ってたが、どうせそれも嘘なんだろ。なあユーゴ、お前なんでこんなイカれた真似をしたんだ。お前に一体何があったってんだ。お前と俺とは友達だっただろ。なんで俺を陥れるような真似をした。友達だと。違うのか。友達なものか。お前だ、全部お前のせいだ。俺のせい。そうだ、あのアジアフィルムコンベンション、あそこで優勝すれば俺は商業デビューできたはずだったんだ。すでに配給会社ともその条件で話はついてた。脚本も準備してた。なのに俺を差し置いてお前が優秀賞を取りやがった。なんでよりによってあんな時に俺を出し抜くんだよ。ずっと学校じゃ俺の下だったくせに。ユーゴ、お前、あれから俺の人生は狂いっぱなしだ。取りたいものも全く浮かばなくなっちまった。だから金谷五神の力を借りてもう一度インスピレーションを取り戻すんだ。目を覚ませユーゴ。そんなもんでインスピレーションが戻るなんて。戻るんだよ。お前が最後の仕上げだ。お前を生贄に差し出して俺はもう一度映像作家として表に出る。トミネ！三沢さん、ケイシノさん。おう、危ないとこだったな。間に合ってよかったぜ。怪我はねえか。なんとか。やばいと思って時間を稼いでた甲斐がありましたよ。そうか、ならいい。お前のお仲間たちも来てるぜ。今回は連中のお手柄だ。
褒めてやんな。マガリ、ヒトアちゃん、カナデ。この野郎！ブラッラッハッ！クッ！このボケ監督が何一人で勝手に突っ走ってんすか。みんなどんだけ心配したか分かってんすか。なんでうちらにだけでも一言教えていかねえんすか。警察にもイブセ監督たちにも迷惑かけてるし、一丁前の大人ならちっと考えて行動しろってんすよ。おら聞いてんすか、アホ監督。完全に伸びてます。監禁されて衰弱してるとこに全力パンチですからね。なるほど。救急車かなですね。というわけで、八雲凛太郎、本日無事退院してまいりました。今回は本当、ご迷惑をおかけしてすみませんでした。まあ、無事だったなら何よりだな。ええ、疑いも晴れてプロジェクトも継続となりましたしね。本当にまさかお二人にまで助力していただいてたなんて、なんとお礼を言っていいか。それに磯上さんへの口添えまでしていただいたみたいで。気にしなくてもいいですよ、矢熊くん。それに磯上さん、真相が分かってからはまた話題になるって喜んでましたし。そうだな。今回の件も彼ならうまく宣伝に使うだろう。ところで監督、結局あそこでめっかった死体の中に佐山さんは混じってなかったんすよね。ああ、予想通り奴のハッタリだったよ。もっとも桜井徹はあそこに吊るされちまってたそうだけどな。逃がしておいて結局殺してしまったということですか。そう、俺に罪を着せるためというのもあるけど、あいつは夜逃げや失踪を希望する人物をターゲットにしては生贄にするために言葉巧みに屋敷に連れ込んで殺してたらしい。かわいそうに他の遺体も多重債務者やら違法入国の外国人労働者やら弱みのある人物ばかりだったそうだ。ひどい。学生の頃はいいやつだったのに、たった一度賞レースで負けたことであんなになっちまうなんてな。挫折だらけの俺にはよくわからねえ話だ。そういえば監督、体調はもう大丈夫なんですか。倒れてから丸一日目を覚まさなかったから心配してたんですけど。おかげさまで点滴打って寝たらすっかり全開したよ。そもそも軽い脱水症状と空腹と疲労からくる血糖値低下だったからな。あんなとこでなんでぶっ倒れたのか不思議なくらいだ。三沢刑事たちが助けに現れて
一気に気が抜けちまったのかもな。ん？覚えてないんすか？倒れた時のこと。なんか衝撃を食らったような気がするんだが、そのあたりの記憶がどうも曖昧なんだよな。ああ、それは。そりゃ地面に倒れた時頭打ったからじゃないすかね。ゴンってすごい音してたし。ああ、そうなのか。そうっすよ、こっちも前触れなくいきなり倒れたんでびっくりしましたもん。ねね、ひとはちゃん、かなでさん。ああ、そうだったかな。す。そっか。まあ三人にも今回はすごく助けられた。本当に礼を言うよ。いえ、監督さんは無実だって信じてましたから。す。そうっすよ。それに監督いなきゃ自分も困りますもん。みんな。マガリ、そこまで言ってくれるとは。ほんと、俺はいいスタッフに恵まれたよ。でしょ？んじゃあ、はい。ん？なんだこの手。何って、わかってるくせにもう、おとぼけ。わからん。なんだ？もうボーナスっすよ、ボーナス。ボーナスないと愛車の車検代が出せないんすから。なあ、ボーナスか。言ったな、そんなこと。そうっすよ、もう忘れちゃいやっすよ。なはすまん。え？これまでの品販売で持ち出しがかさんでてな。この店貸し切りにするのにも使っちまったし。あ？というわけで、代わりに今日は出雲そば、好きなだけ食べてくれ。はー？ボーナス、ボーナスはない。紡ぎ出す言葉はもう